もこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、皆さん私の出身地をご存知でしょうか。村がるまー。そう、群馬県です。大学に進学するときに東京に引っ越してきて、今東京に住み着いてるんですけれども、出身地群馬ということで、群馬の食べ物を今日は食べたいと思います。私ね、あんまり群馬推しをしてないんだよね。なんか別に隠してるわけでもないし、全然言ってるは言ってるんだけど、そんな大々的に群馬出身ですみたいな感じで言ってないんだけど、ちょっと今日は群馬の魅力を皆さんに伝えたいなっていうことで、今日は群馬のこちら、じゃーん、焼きまんじゅうを食べていきたいと思います。上州名物って書いてあるんですけれども、こちらを食べるんですけども、今日は一緒に食べてくれるスペシャルゲストをお呼びしましたので紹介したいと思います。スペシャルゲスト、ポンデリング食べてた。東京名物ポンデリング。東京名物ポンデリング。ということで、はい、本日のスペシャルゲスト、私の旦那様のアトピーでーす。ゲストじゃないじゃん、準レギュラーだもん。確かに準レギュラーだ。そうだよ。ということで、はい、今日はね、東京生まれ東京育ちの悪そうなやつは大体友達のこいつとね、少なくともお前の旦那だぞのこいつと食べていきたいと思います、はい。はい、プレゼンしてよ、群馬の良さ。あ、いいよ。じゃあ今日は、とりあえずこれを食べていきながら、群馬の良さ、はい、私の生い立ちを。ちょっと待って、地図になってるのこれ。そう、地図になってる。群馬の地図になってんだけどこれ。すごいよねこれ。で、これはね、お友達がね、送ってくれたんですよね、うん、群馬の友達が。焼きまんじゅう好きだよ、焼きまんじゅう。初めて多分、ゆいさんの実家かなんかに遊びに行った時に、うん、あの、お母さんが、うん、焼きまんじゅうここ美味しいよって教えてくれたとこがあって買いに行ったやん。そこの焼きまんじゅうがマジうまくて。おー、すごい、串串、ハケと串って書いてある。ハケ塗るってこと？うん、待って、俺ハケ欲しかったの、料理動画撮る時に。ハケなかったから。ハケってそのハケじゃないよ。そのハケじゃないでしょ。違う、ハケだけど使い捨てのハケでしょ。かわいい、ちっちゃい、見て、かわいい。食べるぞ。だってうん、蒸し器にお湯を沸かし、布巾にお好みの数を包み、3、4分強い火力で蒸してください。まんじゅうがくっついてもそのままで大丈夫です。電子レンジをご利用の時は切り付けなので少し水分を補ってからラップで包み加熱してください。先に味噌鍋を塗っておいたまんじゅうをさらにこんがりきつね色になるまで味噌を塗っては返し、裏表炙ってください。火は弱めた豆味がいいでしょう。味噌の代わりにバターやジャム、蜂蜜をつけても美味しく召し上がれます。へえ、すげえ、いろんな食べ方あるんだ。こんな割とちっちゃいわ。うん、ちっちゃめのやつが5個入りのが3つ入ってるわ。いや、でも15個食ったら相当腹いっぱいになるよ。ならんの群馬県民は。わかんない、群馬県民は20個がデフォみたいな。でもこれ待って、いいが食べてたのはもうこれよりさも大きい。うん、でかかったよね、あれ買った時のやつは。とりあえず2袋やろう、はい、チンのやつと焼き、うん、作ろう。はい、作ってきます。イエイ。とりあえずチンを5個、うん、で切り拭きないよ、口出るわかけてチンします。あとはフライパンで味噌を塗っては返し、塗っては返し、焦げては返しの繰り返しらしい。ひろくんこういうの大好きだよね。ちょっともう舐めていい？いいよ。ちょっとつけて。うまっ、これ団子につけてもマジうまいぞ。焼きまんじゅう、それ群馬なまり、群馬は焼きまんじゅうっていうの。焼きまんじゅう、わかんない。え、これ使うよ。すごい、めっちゃ絡まる。いいハケがうちに来たわ。綺麗に洗って乾かしたら使えるんじゃない？やだ待って、もうマジで腹減ってきた。絶対ポチコ好きだよこれ。ちょっと焦がすぐらいでお願いしてもいいですかね。任せて。家ではよく食べんの、やっぱ焼きまんじゅうは。あんま食べなかったような気もします。買ってきて食べるって感じなの？そう、買ってきて食べる。あー、作ることはないんだ。うん、わかんない、覚えてないな。お母さんみたいな泣くよね、覚えてないなって言われた。嬉しいよ。群馬から東京に出てきて、なんか食文化の違いみたいなあった？え、これ食わないみたいな。え、全然ない。え、鳥兵がないのは？鳥兵があるのが一番ショック。もう取ってるのがうまそうだもん。え、やばいやばい、焼きの方が絶対美味しいわ。だって焼きまんじゅうだもん。焼きまんじゅう、焼きまんじゅうな。焼きまんじゅう、だから群馬では焼きまんじゅうなのかもしれない。だからその言い方が定着してるのかもよ、体に体に染みついてるのかもしれないよ。うちだけかもしれないよ、もしかしたら。焼きまんじゅう、いやでも鉛なの。でもたまにイントネーション変な時あるよね、ゆりさん。あるか、でも忘れちゃったけど。おい、焼くなよそれ完成ですか？完成、じゃーん。はい、ということで、はい、完成しました。素晴らしい、いただきましょうよ。じゃあいただこう。こっちが分からない、どっちが。もうほぼ焼いたやつやろお前。いただきます。皆さん、これが焼きまんじゅうですよ。うーわー、もうこれ待ち受けにしな、みんないただきます。うまーい、うまっ、うん、
これ焦げてんのがいいわ、うん、久しぶりに食べた。どうですか、ふるさとの味は。うまっ。東京ってそういうのないから、まあ、もんじゃとかだけど、うん、東京名物といえば、あとお寿司とかね、江戸前寿司とか言うじゃん、うん、もう全国区やん、そんな。だからなんかこういうのがないんだよ。あと天丼とかが東京の名物って言えば。そうだ、うん、どこにでも売ってんじゃん。そうなの。でも焼き食べよう。美味しそう。うん、焼いた方が美味しいわ、うん、この焦げ感たまんね。うんうん、これ何からできてんの、焼きまんじゅうって。よくわからない。うちじゃないしな。よくわからないって。よくわかんない、美味しいやつ。これも美味しいよ、焼いてないの。うん。甘いのが美味しいのよ、この。お茶持ってくるな。携帯は？なんで？携帯持ってくるって言ってたよ、今。お茶持ってくるって言ってたよ。携帯って言ってたよ、マジで。明日マジびっくりすると思うよ、自分で編集して。お茶、絶対お茶、うん。ちょっと携帯持ってくるわって言ってたよ、今。ちょっとお茶持ってくる。だから携帯持ってこねえじゃんとか、今すっごい思ってたんだけど。思い出話しよう。あ、いいよいいよ。しねえじゃん。しろよ。何を話せばいいんだか分かんないんだよね。え、高校生とかはさ、さすがに買い食いで焼きまんじゅういかないじゃん。かない。そうだよね。セブンイレブンで買い食いした。部活の帰りに。一緒やん、普通やん。思い出話か。でも群馬県の人で自転車登校とかしてる人は絶対感じたことがあると思うんだけど、帰りの北風が地獄。南に帰る人は全然やっぱいって感じだけど、家は北に帰ってた人間だから、うん、マジで本当にくじけた。何回押して帰ったことか、チャリ。なんかあれよな、押すポイントじゃないのに押してるよね、北風がすごいですみたいな。全然弱点でしかないのに、弱点でしかないのにアピールポイントかのように言ってるよね、空っ風みたいな、うん、そういう経験もないでしょ、風強えなって。ないね。小学校中学校は徒歩だったし、徒歩通学だったし、うん、高校からもう電車だったから俺。そっか。でもまあ割と、でも私が通ってた中学と高校は電車で通ってた子も結構多かったけど、いやでもね、本当に何回も何回も何回もくじけた。くじけて友達なんか途中で親に迎え来てもらってた。ねえ。なんか一緒に山に登って、で別れるところまで一緒に帰ってきたんだけど、でもそこで一人だから、その友達が迎えに来てもらった。そこでもう無理だったんだ。そう。食べなきゃ。あっという間だね。うん。なんかさ、高校生とか中学生の悩みってさ、私の場合はなんかちっぽけだったなって思う。あ、その当時？うん。部活休みになんねえかなとか。ああ。そういうことばっかだったけどさ、可愛いよね。可愛い。いやでも今本人たちはもうそれどころじゃないから。うん。なんか中間テストとか期末テストめっちゃ嫌だなって思ってたけど。中間テストぐらいするよ。まあでも美化されてるところはあるだろうな。当時のことが思い出になって心の中で美化されてるっていうのはあると思う。私が思うに、だって群馬の話じゃないかもしれないんだけど、高校生とか中学生の時ってある程度校則があった方が生活を楽しめるかなと思った。卒業してからなんかさ、ひろくんのところはさ、髪の毛も OK で制服じゃなくてもさ何でもいいって感じやん、うん、だけどさ、まあ、それは高校生の時は羨ましいなってきっとあったら思うんだろうけど、毎日お揃いの制服を着てさ、なんかさエモくない？エモいって思っちゃう。いや全然思わ。制服とかもまあみんな違うから、制服っぽいの着てくるけど、うん、人によってこうネクタイの色とかも違うから、うん、あいつそういえばいつもピンクのネクタイだったよなとか、そういうイメージがある逆に。あーそうなんだ、うん、縛られてる中でもさ個性を出そうとするじゃん人間ってさ。だったらなくていいんじゃね、その上限、その制限がある中で自分の個性を出そうするのが楽しかった。校則をたくさん破ったという、犯したのいっぱい。なんで先生に怒られたことか。でもそれは私の中で精一杯生きてた証。何その綺麗、なんかいいことみたいに言ってんの。いいこと風に言ってんの。生きた証みたい。生きた証だった。ただ悪いことしてただけでしょ。群馬あるあるを言おう、はい、群馬あるある。ああいいよ、群馬あるある聞きたい。それが本当に群馬のあるあるなのか、うん、全国なのか判断するわ。あ、群馬じゃないかもしれない。でも車系あるある、すれ違って、うわー分かるそれ、あの人の家の車だって。分かる。なる、ならないでしょ。ならん。ならないけど、多分田舎の住んでる人たちはみんなそうなんだよ、うん、あ、何々さんだ。そう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 。ないよ、あるあるだと思う。群馬じゃなくても田舎あるある、すれ違うあるあるね、うん、車同士で。でも今の学生のあるあるとゆいたちが学生だった時のあるあるはまた変わってきてるんだと思う。違うんだろうね。ミクシーだったもんね。いや最初グリーだった。へー。グリー、ミクシー、ツイッターになった。全力プロフィールもあったけど、ね。あったあったあった。もうだんだんだからこうネットに自分の顔をさらすハードルがすっごい下がってるよね。うん。
昔だって俺らが SNS 始めた頃は絶対鍵垢だったしさ。うん、鍵垢だった、ね、今は TikTok だけどさ、ゆいたちのさ、そういうショート動画はミックスチャンネル、あ、ミックスチャンネル、バインね。そう、バインだ、バインだよ、バインでブライアンめっちゃ見てた6秒動画。そう、何の動画だ、何の動画でしょうかね。群馬大好きということで、今日は友達からね送ってもらった焼きまんじゅうを食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです、はい、それではバイバーイ。バイバーイ。